おお、しのぶ、学校かい？今日は学校休み、デートだよデート。っていうか、またサンマ焼いてるの？そうだよ、今日はサンマの日だからな。しのぶも食べるか？ちょっとやめてよケンジ、匂いとかつくでしょ。サンマなんていらないよもう。ああ、しのぶに怒られちゃった。お前は美味しいのにな。まったく、なんだよサンマの日って。匂い大丈夫かな。もしもし高雪、もう着いてるよ。今どこ？美味しい、あれ、ずいぶん早かったな。しのぶ？そうか、男の子に振られちゃったんだな。振ったんだよ私が。なんだよあいつ、他に好きな人ができたとか普通デートの直前に言うかな。絶対イケメンの彼氏作って見返してやる。食べる？いらない、サンマなんて美味しくないよ。昔じいちゃんにも好きな人がおった。え？じいちゃんもな、漁師の子供のくせにサンマが嫌いでな。ほら、この黒いところが苦くて嫌だったんだよ。でもお父ちゃんが苦労して取ってきた魚だから残すと怒られる。それでいつもいやいや食べさせられてたんだ。そうなんだ。ある日残したサンマを食べようとしてた時、女の子が遊びに来てくれたんだ。畑で採れた大きな大根を持って、その人は大根をおろしてサンマに乗せてくれた。醤油を垂らして、これで美味しくなるよって言って。そしたら？いやー、驚いたよ。サンマも大根おろしも別々に食べるとそうでもないのに、一緒に食べると美味しいんだな。これがまるで魔法を見てるみたいだった。大げさだな。その日から毎月30日になると二人で一緒にサンマを食べることにしたんだ。大根おろしをたくさん乗っけて。どうして30日？サンマの日だから。それがじいちゃんの初恋だった。その人は今も元気にしてるの？いや、死んだよ。しのぶが生まれてくるずっと前に。え？その人の名前って？しのぶだ。お前のおばあちゃんだよ。夕暮れが照らす。じいちゃんの恋人は生涯で一人だけだ。でもそれでいいと思ってる。それがいいと思ってる。しのぶも生まれてきてくれたしな。
いただきます。あ、骨取らないと危ないよ。おいしい。あ、頭は食べちゃダメだよ。こら、しのぶ。そばにいたい、ぎゅっと手を握りたい、心の寂しい声が愛しさ募らすの。 I wanna be with you。 そばにいたい、ぎゅっと手